こと虹組キララの身も蓋もないと。この番組は漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。よろしくお願いします。以上ですか？大丈夫ですか？よろしくお願いします。はい、今日もお便り届いてます。それではいきますね、はい、ラジオネーム西子さん、30歳大阪の方ですね。明子先生、虹組キララさん、こんにちは。こんにちは。身も蓋もないと楽しく聞いています。以前の放送でキララさんが初めてピアスの穴を開けたと聞いて驚きました。私は痛いのが怖くてずっと開けられず、気づいたら30になっていました。可愛いピアスを見つけても穴がないので諦めて、その代償行為みたいにカバンにつけるチャームなどを購入して満足しています。ビールも飲まず、タバコを吸わず30になり、もう一生することはないなと思いますが、ピアスはまだ諦めてません。ビールとタバコはもうないけど、ピアスは諦めてないってことですね、何かのきっかけでピアスデビューすることもあるかもと思っています。あきこ先生はピアス穴を開けていらっしゃいますか？キララさんはお気に入りのピアスを集めたりして楽しんでいらっしゃいますか？痛さはどうでしたか？私のように痛がりでピアスを避けて生きてるような人間に一言お願いしますというお便りなんですね。私ピアス開けてるけどさ、悩みってわけじゃなくお便りですけれども、まあちょっとこう、ああ痛くてずっと開けられず、そうみたい。でも私も痛かないよな。全然痛くなかったです、私も痛いかなと思ってずっと開けてなかったんです。全く痛くない。なんか、パチンってこうね、思いっきしバシッてこう叩いたような痛みはあるっていうか、衝撃的な、ほら、ガシャンみたいな衝撃はあるけど痛くはないよ ね、別に。あれ終わったって感じはします、痛いからね、皮膚科行ってね、開ければ皮膚科はなんか病院で開けた方がいいよね。シラちゃんは貧しさで自分で開けたけど、ピアスも取ったことない。私は病院で開けたけどね。ただ1年ぐらいはなんじゃかんじゃめんどくさいよね。こう化膿したりとか言うじゃん。あ、私はだから全然化膿しないんで。え、そうなの？そうです、全然。私なんか夏開けたからすごい大変だったよ、冬ですね。早くもう早く明日開けてくださいもんね。私も新しいピアスしてますよ、星のピアスをしてます。キュウちゃんさ、指輪も欲しいだしさ、なんか星グッズある集めるじゃん。そうですね。だって他何か分かんないし、どれ集めていいか。40代で星のピアスしてるじゃん、大丈夫？え、大丈夫ですよ。可愛いでしょ。普通せんとよ、40代で星のピアス。だって考えてみてください、宝石が買えるわけでもなく、だとしたら、虹組キララだから星だよって言って安物つけてた方がまだキャラクターでしょ。あのフープピアスをするんだよ、大人は。滝川クリステルが表なしの時にこんなん輪っかのピアスしとったろうが、まあ、気づいてもないでしょうけど。高いもん。高くないよ別に。そんなのいくらぐらいですか？別に300円から400円からあるよ。竹下通り の、 あんじゃん、安いアクセサリー屋さん。あ、でも輪とかだとなんか引っ掛けてなんか耳がちぎれそうだから、そげんならんよ。できとるから世の中のもんは。できてんすか？なんか輪とかはちょっとまだ早いかな。まあ、まあ、あげるわ今度。じゃあ西子さんもね、ぜひ開けてみてください。全然大丈夫でしたよ、痛くないですよ。冬がいいそうですね、さあお悩みいきましょう、ラジオネーム鳥せんべいさん、はい、東村先生、キララさん、東村プロの皆さん、こんにちは。こんにちは。毎週楽しく拝聴しています。今回初めてメールします。このラジオを聞いていて東京在住の皆さんは気づいてないかもしれませんが、人生のほとんどを福岡と大分で暮らしてきた私には自信を持って訴えたいことがあります。ほう。お、それはキララさんの博多弁は美しいことです。そうなん？じゃあずっと博多弁にしとった方がいいやんか。そうなん？ねえ、いろいろな女性の博多弁をたくさん聞いてきましたが、キララさんの音程が一番美しく可愛く響きます。本当や？お前自作自演してなんでよ。私が鳥せんべいでしたってならんから。ほら見て、現在私は51歳の男ですって書いてある。あ、本当。20代の頃はハガ君並みのひもて男でしたが、32歳の時に知り合った妻と結婚し、今年で18年目です。そんな私の悩みですが、実はその妻と夜の営みを一度もしたことがないのです。ちょっと変わった。どうしたの？51歳で今年で18年目、妻がひたすらそれを拒み続けるからです。知り合ってから結婚までが短くて、そういうことは結婚後でも良いかと思っていたのですが、結婚後もひたすら拒み続けられました。理由を聞くと、嫌なものはとにかく嫌だとしか言いません。
その手のクリニックとかカウンセリングにも行きません、うんうん、やがて私も妻とのことは諦め、正直に言うと30代は年に数回風俗に行ったりしていました。その後私の仕事のトラブルや病気などもあり、夜の営みを行うこと自体を忘れてしまったのか諦めたのか、とうとう51歳になりました。妻は共働きの上に家事などもしっかりやってくれ、そのことはとても感謝しています。ただ友人やテレビなどを見ているとやっぱり子供が欲しかったなとは今でも思っています。51歳になった現在、もうこのことは墓場まで持っていこうと思いますが、今更ながら性について妻と真剣に話すべきなのか、女性の立場として先生キララさんどう思われますか、ということですが、奥さん何歳ね。多分同じぐらいでしょうね、書いてないけども。これはでもカウンセリングとかもいかんちゃろ、ここまで来たら、うん、もうないよね。ないでしょうね、ここ今から。でどう、その鳥せんべいさんが、うん、まあ、諦めてはいるけれども、もう一回性について最後に妻と真剣に話してみるべき、挑戦してみるべきか、それともこのまま諦めるべきかっていうことなんで、これ結構真剣なね、鳥せんべいさんの人生がもう関わってますから。どういう人よ相手だからなんかあったのかな、トラウマみたいなものが、もしくはなんか、なんだろう、なんかタイミングを逃した。でもずっとひたすらずっと拒み続けられましたって書いてるから、ね、レスの人はいっぱいいらっしゃるからね。別にまあすごい死ぬほど珍しい話でもないと思うけどね。いや一回もないんですよ、うん、だからそれが珍しいなと思って。 それがね、最近ないとか最初だけとかだったらまだしも、これでも別にね、別れたいとかでもないわけでしょ。そうですね、ただどうするかって、話すべきか墓場まで持っていくか、これ結構難しいですね。いやー、どうしようかな。じゃあ話すとして、なんて話します？話してないの今まで。いや、若い頃には話してたんですって、うん、その結婚してしばらくは、うん、でも拒み続けられたので、うん、30代は他のところで処理してみたら、話でも一応法律で決まってるからね。あ、確かに離婚のねあれになりますもんね、うん、その夫婦はその義務があるっていう条文があるからね、うんうん、結合の義務だったかな。要するにやんないとダメだし、片方がそれを突っぱねることはダメですよって一応法律で決まってるから、まあ、正当な権利なわけですよね、それを求めるのは。うん、結婚したんだからね理由がね分かればね、うん、あれですけど、じゃ どうやって話す。やっぱ理由は知りたいよね。だから、うん、なんで昔何かあったのか、うん、それとも本当にただ生活の相手として、うん、パートナーとして選んだのか、うん、あと今ね小説が流行ってて、うん、そういうあのできないっていう小説が、夫の丸々が入らないっていう、あ、まあ、有名なあれ、はいはいはい、読んだんだけど、うん、まあできないと、それはもうなんか普通にこう物理的な問題でできないっていう小説ではあったんだけど、うん、そういうことかもしれないしね。うん、でも試してもない。なんか体の作り的にできない人もいるらしいからね。そうか、そういうのもあるし、うん、やっぱりそれは謎は解明した方がいいと思うんだよね。じゃあやっぱ話した方がいいってことですね、うん、だからそのどうして、うん、今からしようって言うんじゃないんだけど、うん、なんでずっとあの時断ったのか理由を教えてくれないかなって、うん、無理意識するわけじゃなく書面での、そう書面で、うん、てノートに交換日記みたいにノートに、どうしてもねやっぱこれからもう50代だから、うん、分かんないじゃん、これからもしかして脳梗塞とかになるかもしんないし、50超えたらさ、うん、人間ほら急にガタ来たりとかするかもしんないしね、うん、やっぱ正直にやっぱりその、あの知りたいと、ただ、うん、なんでダメだったのかを。で、うん、やっぱりあのよくしてもらったし、すごいなんか別にそれでどうこうって言うんじゃない、単に教えてもらえないかなって、うん、ノートに書いて渡すなり、うん、手紙に書いて封筒に入れて渡すなり、うん、顔を見ない状態でちょっと聞いてみれない、見たらどうかなと思うけどね。なるほどね、うん、そうですね。
確かに直接話すよりね、体の作りかもしんないよ、ここまで来たら、うん、そうですね、ずっと悩み続けるよりね、聞いてみた方がいいかもしれない、ね、ちょっとノートに書いて、うん、置いてこれ読んでてくれるって、うんうんうん、あ、いいですね、人の心があれば奥さんにね、うん、両親があればね、うん、そんなの教えないわよとはいかないと思うよ、だって、ね、真剣にね、奥さんだって好きだからご飯作ったり世話したりしてきたわけだからさ、うん、そうですね、うん、確かに真摯にちょっと書面でお願いします、はい、じゃあお言葉いきましょうか、うん、身も蓋もないお言葉お願いします。よ、面と向かって話さない、これに尽きる、うん、そうですね、うん、今回も真面目にね、うん、そうそうそう、うん、鳥せんべいさん、じゃあ、うん、なんかちょっと理由ね聞かせちゃらんねって、ね、うんうん、そうそう、あ、そうじゃ、美しい博多弁で、うん、どげんしたとって言ってみてください、うんうんうん、さあ次のお悩みです。ラジオネームケンイチ3号さん、東村先生、キララさん、こんにちは。あ、健一さん号、はいはいはい。先生の作品は、ひまわりと主に泣いてますが、特に好きな39歳既婚男性です、うんうんうん、早速ですが僕の悩みを聞いてください、うんうんうん、職場の隣の席の同僚との会話に悩んでいます、うんうん、同僚は年上の女性なのですが、うんうん、仕事の会話がいつも唐突です、うんうん、キャッチボールで例えると合図なしでいきなり癖のある剛速球や変化球を投げてくる感じでいつも受け取れずに共にくれます、うんうんうん、また会話に主語がなく自分の世界に入っていて急にその続きから話し始めるので、うん、返す言葉が見つからず、うん、こちらがフリーズしてしまうことが多々あります。いるんだよね、そういう人。一度やんわり指摘したことがあるのですが、うん、私そういうタイプなんです。ふふふっとあまり響いてくれません。ああ、いるいるいる。かといってハードに言うと、うん、機嫌や空気が悪くなるのが分かっているので、うん、打つ手なしです、うん。こんな感じが数年続いています、うん。仕事の会話なので無視するわけにもいかず、うん、自分の中で欠けているであろう単語を補ったり、うん、文脈を脳内保管しながら会話しておりますが、うん、忙しい時などは疲れますし、うん、イライラしてしまうことも多いのです、うん、会話の変換アダプターがあればなと妄想する日々です、うん、ちなみに上司に報告する時などの会話は普通です、うん、東村先生の鋭い切り口でアドバイスいただければ幸いですって書いてますね。上司に報告する時は普通なの、ってことは嘘、私知り合いにそういう人一人いて、うん、まあ私は主語なし喋りって呼んでるんだけど主語なし喋りの人がいて、はい、バーって話しかけてきてるんだけど何話してるのか分かんないのよ、うん、全然分かんないの、何の話をしてるのか言葉は聞き取れてるんだけど何のテーマで今話してるのかが分かんなくって、うん、でも聞けないよね、なんかもう相づち打ち始めちゃってるからノリで、うんうんうん、私その人のこと大嫌いだから、うん、なんか分かる気がしますね、うん、だからその人なんでその人は別に生まれつきやと思う、あ、下手なだけですか、うん、その自分勝手とかじゃなく生まれつきやと思う、おるやん、だっておったやろそういうやつ周りに一人、うん、主語なし主語なし喋りの人、私はアシスタントにはその雇用関係が発生してるからうちのアシスタントには主語言ってって言うね、いつもバーってそういうことを話して主語言って、分かんない分かんないっつって、その、うん、いつ誰がどこでを言えって言う、うん、そしたらその場で、あ、すいません、これが僕がこうでこうでって言う、みんな、もしそういう子がいてもね、うん、私なんかロッキーと喋ってる時に、うんうん、私が、あ、でも夕飯この寒いのはやっぱ鍋だよね、うん、でもこの前も鍋したもんねって話してるとロッキーは、うん、そうだね、でも先生も大変だよねって、何の話って、鍋から連想して鶏味噌鍋みたいに言ったのか分かんないけど、うん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 、でもってどこにかかっとっとっていう時が、うん、あるあるあるこれとは違いますよね、でもきっと私もそれに困ってるんですけど文脈の内容感、でもロッキーは私もよく話すから分かるけど、うん、そういうとこあるそういうとこある、なんか あくまで会話が続いてるみたいな言い方ですよね、うんうん、そうそうそう、だけどとか、うんうんうん、全然違う話じゃんって、うん、主語なし人間ですよね、どうするよこいつ、だって会社やから無視するわけに、隣の席でしょ、上司はできてるんだったら、うん、なめられてるのかな、でもね、まあ生まれつきやね、この人は絶対で、仕事はマニュアルがある仕事の会話だからできるんじゃない、う
でも私そういうタイプなんです、うん、ふふがちょっとイラっときますね。これうんうん、やんわり指摘が褒め言葉って思ったじゃないと。そうか、うんうんうん、天然だねみたいな、うん、いやそんなみたいな、うん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 、そうか、なるほど、やんわりだからね、わからないのか。これはもう席替えをしてもらうしかないと思う、うん、隣の席だから。でまあ、うん、一番いいのは、うん、治んないから、こういう人は生まれつきだから、うん、治んないし、うん、ハードに指摘したらあなたが職場で意地悪な人やっていう風になってしまって危険だから、うん、それもやっちゃダメ。あと、うん、あとね、ハードに指摘してもね治んない、遺伝子だから、うん、あのね、うん、そのさ、私に守護なし喋りしてくる人ね、はい、大きい娘さんがおってさ、うん、ほんで何回も会ったことあるんやけど、うん、同じ喋り方、娘も、あ、じゃあ同じ喋り方、主語がないわけ、バーって私に喋ってくるけど、だから、あ、遺伝子やなと思って、そうか、そうかと思ったわけ、難儀やなと思って。へえ、だから治らん、うん、言うても治らんから、うん、言わん方がマシ、それは、うん、で仕事相手だから、もうなんていうの、とにかく、うん、話しかけられないように毎日するしかない、防衛するしかない。仕事の会話をどうしてもしなきゃいけない時は我慢ですか、うんうん、我慢だけど、うん、どうすっかな、うん、難しいですね。豊国印刷の小池さんがほとんど何言ってるのか分かんない、うん、タイプでこの間仕事場で仕事をしてた時にさ、なんかよ、仕事場によく来るの、小池さん、いきなりアポなしで、まあ、豆大福持ってきてくれるから優しい、いいんだけど、まあ、割と来て、うん、ずっとここで私になんか喋ってんのよ、うん、めちゃめちゃ盛り上がって喋ってんの自分なんとかね、あ、でもなんかもう自分が帳簿書いて言って、それで俺も僕もいいと思ったんですけどね、でもだってもうそれはなんとかこうやってして、ずっと喋ってんの、冷蔵庫あるじゃん、うちコピー機の前に、うんうん、あの冷蔵庫に肩肘置いてで途中で、あ、これ私に喋ってんのかと思ってずっと喋ってんのよ。へえ、これ他人事に聞くといいで、面白いですね。毎日じゃないからね私、うん、確かに ねでもいるのよね、そういう人。もうでももう席替えしかない、うん、もう一択です、これはしょうがない、席替えしかないです。離れて話しかけられんごつなるしかない、うん、で、うん、席替えをできる方法をもう全力で考えてください、うん、それは腰が悪いでいけます、多分腰が悪い、全部腰が悪いでいけるんだ、腰が悪いとか、すごいね、腰が悪いって言葉、うん、もう嘘でもいいから上司にこの人がうるさいから変えてくれって言わずに、うん、嘘の理由、うん、ね、全大人喘息になったと、うん、ね、でエアコンの位置が、うん、こうやって風が来て、うん、大人喘息はエアコンの風に当たったらいかんと病院で言われたと、うんうん、だからこっちの位置にどうしても移らんといかんと、うん、でその席の人にも話をつけると、うん、ね、お願いって言って、うん、その席の引っ越しは俺がやるからお願いお願いって言って、うん、全力で席替え、うん、不可能はない、人間には。そうですね、席替えぐらいはアポロ13だってあんだけの道具で帰ってきた、宇宙からガムテープからね、席替えぐらい、うん、男やろこの人、男ですね、男性大の男が会社で席替えぐらいは、うん、なるほどね、できるはず、ちょっと離れればね、毎日のことじゃなくなれば耐えられる、うん、少なくなりますね、うん、そう、全力でアポロ、ま、アポロ13を見てください、まずでどんどん言っちゃってますけど、そう、お言葉な、大丈夫ですか、うん、なくなりません、あ、私さ最近先にお言葉言っちゃうよね、うん、もうお言葉になりそうなことがなりそうやったね、うん、でもいきますよ、うん、身もたもない言葉お願いします。いいよ、ない、言葉が言いすぎたけ、うん、出しすぎてない、出しすぎてない、さっきアポロ、アポロ13を見る、アルマゲドンを見る、うん、ね、うん、不可能を可能にした男たちの映画を見て、うん、席替えぐらいできる俺もという風になって席替えしかない、もう一択です、よし一択ですね、一択です、はい、じゃあ3号さん、ぜひね、なんとか嘘ついて席替えをしてください、うん、
さあ番組では皆さんのお悩みを募集しています。応募方法は番組宛ての E メールアドレスみもふた .r@gmail.com です。店名にお悩み相談とご記入の上、年齢、性別、ラジオネーム、お悩みをお送りください。採用された方には東村明子書き下ろしみもふたステッカーをプレゼントします。みもふたもないと。ですか今日は。成田ってことは海外ですか。そうです。先生もお疲れだと思ったんでね、はい、やはりフライトまでの空いた時間にデイユースプランという日帰りプランでアパの大浴場、日頃の疲れもすっかり落ちたところで元気もりもりに今日参りますのはエジプトツアーです。エジプト。そうなんです。なんとですね、エジプトって10月から2月がベストシーズンです。あ、そうなんだ。だからちょっといいかなと思って、なんかこうね、プランしちゃってました。しちゃってました。はい、ただ参りましょう。まあ私エジプト行ったことないから、まあ楽しめちゃ楽しめ。実はググりました。うん、あきこ先生とエジプトでググって大丈夫だったんで、では登場しますよ。あきこ先生スペースエジプトでググって大丈夫ってどういう。出てこなかったので大丈夫でした。私イタリア行ったことあるけど、イタリアでもまず出てこないと思うね。あ、じゃあちょっとね、皆さんもググってください。では登場してね、今もうキーンってもう飛んで、うん、乗ったのね。そうですね、あっという間、うん、成田空港から引き継いで乗り継いで18時間。砂漠とかなんか遺跡っぽいのがなんか下の方に見えてきてると思いますね。なんか全体的になんか茶色っぽいですね。航空写真が今出されました。窓のね、外からはすごい見える、茶色い砂漠が見える。すごい。カイロ国際空港に到着です。遠かったな。遠かった18時間。よし、あ、安心の日本語ガイド、おーい、いたいた、おい、はい、はじめまして、石子ガバルです。カイロの一大お土産センターにまずはご案内します。そうですね、じゃあ最初にお土産なんか今日は買っちゃおうかなと思って。わー、細い道がですね、こう何本もくねくねと流れくねった迷路みたいになってます。先生迷子にならないように。先生こっちですよ。ちょっと展開が早いんですけど、石子ガエルさん、石子、はい、何でしょう、なんてお名前。石子ガバルです。石子ガバルさん、エジプトの方。はい、エジプト人です。エジプト人の。日本語上手なんですね、はい、とても上手です。よし、行きましょう。はい、ね、やってまいりましょう。よし、じゃあお土産とかね、いろいろなんかすごいこうね、細道とかにいっぱいね、びっくりするようなものがいっぱいありますよ、うん、なんとスパイスとかですね、スパイスとかですね、パピルスっていうこうなんだろう、壁画、壁画っぽい絵が描いてあるのとか、民芸品とかね、たくさんあるんですよ。あと水タバコとか、そういったいろんなお土産があるんですが、はい、私がおすすめなのはびっくり安い、なんとこの香水で、これはなんとですね、なんかこうエジプトドルで10から100なんですが、これはなんと日本円に訳しますと60円から600円です。60円から600円そう、どういう香水瓶、すごいね、なんか綺麗なガラスの香水瓶がいっぱい売ってるけど、60円から600円なんですね。はい、大体だからまあちょっと60円のだったら10個も買えちゃう感じなんで、あとですね、はい、あと先生、あとですね、なんか嘘でしょ、すごい、こんなのが、こんなのがある、ヒエログリフっていうですね、古代エジプト文字のなんかでですね、なんかこうアクセサリーを作ってもらえるんですが、あ、アクセサリー私大好きだから欲しい。わあ、こんなもなんだろう、わあ、実物が出てきた、すごいいっぱい出てきた、いやー、
わあすごい、実物の古代文字のアクセサリー出てきた。たくさん出てきましたね。わあこんなに、これ全部もらえるんですか私。どうぞどうぞ。この紙に書いたやつ。そうですね、紙のように見えるけどこれ紙じゃないのかしら。紙じゃないんですよ。これはですね、なんとこれはなんて読むか、だいたいこれリスナーの人今どういう感じで聞いてらっしゃるのかしら。なんか大丈夫かしら。そうです、うん、あのヒエログリフっていうなんかこう魚とか鳥の絵とかがこう書いてあるのが、うん、あの象形文字のやつがですねあるんですけど、それでなんか待ってください、はい、その七夕の短冊みたいなやつにマジックで象形文字がいっぱい書いたものがわーって私の前に今出されたんですけど、どういうリアクションをしたらいいのかしら。これはそうですね、じゃあ例えば、ね、紙だろって言っていいのかしら。紙っぽい感じのなんか素敵なアクセサリーがたくさんありますが、アクセサリーっていうかこれ短冊ですよね、これね。分かった、これしおりです。あ、しおり、じゃあしおりにします。しおりだった。あ、これはきっとあーきーこってやつですね。あーきーこっていう風に書いてあるやつです。二人これのご準備を家で夜な夜なやられてるんですよね。そうなんですよ、石子がガバルさん。ガバル、はい、こちらパピルスで、パピルスの上に書かれたヒエログリフです。そうなんですね。あ、これまさか、まあ、いろいろクラゲ姫とかって読むみたいですよ。へえ、行きましょう行きましょう、次に。ちょっとここになんで時間を取ってしまって、いけないいけない。いえいえ、なんかあきこ先生お腹空いてきましたね。ちょっとお腹空きました、うん、なんかいい匂いしてきました。 あそこに出店がある。わあ、エジプト料理といえばコシャリですって。先生、コシャリっていうのはですね、エジプト料理でいうとなんかお米とマカロニとかパスタとかのやつに。待って待って待って、はい、本当に出てきたんですよね、今目の前に。なんか本当にそのコシャリが出てきたんですけど、レンズ豆とかこれ食べていいんですか。ガシャガシャっとこう混ぜてですね食べる感じ。写真撮った谷川さん。本物が出てきましたよ。わあ、これやっぱりエジプトに来たらコシャリを食べないと。これ石子ガハルさん、これ今お店からテイクアウトしてきたんですか。はい、こちらあの屋台でもうそのままこれ召し上がれます。これまさみが作ったんでしょ。うん、あのまさみが作ったんだじゃない。あ、なんかキッチンザまさみっていうこしゃり店っぽいですね。これ本当に本当に合ってるんですか。合ってます、これ先生。私合ってるやつなんですね。はい、はい、もう私これ実はちょっとここちょん切ってもらったらいいんですけど、先週も作ったんですよ実は。あ、そうなんですね。もう今日は完璧でしたね。スパイスとかも入れて、はい、まあ、ちょっとじゃあ食べますね、はい、混ぜて。結構なんか結構エジプトとかだと大体もう本当に100円ぐらいで食べれるんですよね、うんうん、すごい美味しい。本当にいいですか、うん、すごい美味しい。やった、私もうなんかこれは今日はこのリアルなんだろう、リアル時間がないですよ。エジプト料理、そうです、うん、リアルエジプト料理ツアーな感じにしてみました、うん、よし、じゃあもうちょっとね、おいしい、お腹もいっぱいに。じゃあ先生ここは、それではお次に、ケビンスキーナイルホテルにご案内いたします、うん、今日はこちらにお泊まりください。わーすごい、このホテルすごいんですよ。ここはなんとですね、うん、金額で言うと1万7000円ぐらいなんですけど、安い。わー、安いですか、すごい、うん、このホテル部屋からナイルが見える。見て見て、あきこ先生、ナイル川、ナイル川です、ナイル川が見えちゃうんです。ここがナイル川です。あの、なんだろう、ここっていうんじゃなくてホテルの前がナイル川です、うんうんうん、そうです。よし、じゃああきこ先生今日はですね、普通にいい情報だから私も何のツッコミようもないですけど、ちょっと受け入れますね。じゃあ先生、明日はですね、うん、またあのちょっと疲れちゃうちょっと遠くに行くんで、はい、今日もう寝ちゃいましょう。明日もあるんですか。はい、わかりました。おはようございます、あきこ先生。おはようございます。
あーよく寝た。あーよかったよかった。じゃあですね、エジプトといえば何でしょう、あきこ先生。ピラミッド。わすごい、私が思ってた通りの。よし、じゃあ今日はギザの三大ピラミッドとスフィンクスを見に行きましょう。さあ、あきこ先生、ラクダに乗っていきますよ。わーい、ラクダ初めて乗る。あ、ラクダの、ラクダ泣いてる。わ、泣いてる。ラクダってこんな鳴き声なんだっけ。なんかそうだ。あ、スフィンクスがある。信じられない。なんて大きいのかしら。あきこ先生、すごい大きいですよ。大きい、大きいけど、はい、まあでも、うん、スフィンクスだよね。まあすごい、生で見たらね、感動するんだろうけども、うん、うん、本当になんとなく、なんだろう、エジプトっぽい雰囲気がだいぶしていただけたんですか。うん、そうね、うん、実はそうですね、みんなもう、みんなもう雑談始めてるから大丈夫、大丈夫かな。今日はですね、うん、このエジプトっぽい雰囲気をですね、うん、やっぱり身も蓋もないとは、ラジオなのでね、うんうんうん、ちょっと言葉でエジプトをお伝えしないといけません。そうですね、うんうん、で、アンティークのまさみさんがちょっとポエムをなんか言ってたので、うん、ちょっとやっぱりこの3月からはちょっと砂ぼこりというか砂嵐が来るんで、ちょっとね、それをなんかイメージして、うんうん、あ、エジプトの砂嵐をイメージしたポエム、そうですね、うん、お願いします。3月からの砂ぼこりに乗って古代エジプト、もう一回、砂ぼこりに、砂ぼこりに乗って古代エジプトにタイムマープ、ツタンカーメン王に会えるかな、砂のベールの向こうでスフィンクスも笑ってる。いやー、なんとなくね、この砂ぼこりの中で終わったんですね、ポエムは。終わったんですけど、やっぱり昨日買った香水入れにエジプトの、うん、この砂をね詰めて、こう香水入れに砂を詰めるんですか。なんとなく甲子園みたいにおしゃれっぽくないですか、なんとなく。うん、じゃあやろうかな。じゃあ砂詰めました。砂詰めて、サラサラ、うん、よし。じゃあ、あきこ先生、エジプトはいかがでしたか。すごい、世界不思議発見で 見た感じと特に、はい、変わらない感じで、別に、まあ、行かなくてもいいかなっていう感じの、まあ、よく見る情報の連続だったけど、でもエジプト料理はすごい美味しかったですけど、まあ、うん、いつもありがとうございます、一緒にこうやってね来ていただいて、うん、じゃあこのままですね、行けるところまでこのラクダに乗って日本に帰りましょう。そうね、ラクダで日本に帰るって何年かかるんだよ。ずこ。しまったこのまだまだ谷川さんは捕まったままでしたね。今日こそあの即興の館から谷川さんを救い出すことができるのでしょうか。申し遅れました。私は誰なのか言ってなかったですね。私はあれです。そうです、もちろんそう、館の案内人ですよ。さあ、それでは谷川さん救出劇を覗いてみましょう。先生、いい加減、谷川さん死んじゃいますよ、このままじゃ。やっぱりさ、宮崎っていうのは民放が2局しかないから志村けんが強いんだね。やっぱり志村けんを見て育ってるわけね。志村けんが最初だったんで、最初なの、うん、だからやっぱさっきの案内にもそのね影響が強いっていう解説をね。あ、谷川さん今月こそね救い出さないと。本当に館に閉じ込められっぱなしなんで、うんうんうん、館でいい即興やって救い出しましょう。そうね。さあ、いきますよ。ギーッ。ようこそ即興の館へ。私は即興仮面杉岡だ。はい。谷川まだ死んでおらん。よかった。こっちの生活に慣れている。もう楽しんでんじゃねえぞ。アニソン歌って息を言おうとしてるから。あれはよかったよ。うん。だ、今回も即興使用してもらって、お前たちが失敗したら谷川を返すことはできない。今日は頑張るぜ。まあ、
制限時間は3分だ。はい、ま、待って、お題はもう決まってるの？即興仮面決まっておる。それ私チェックしてないけど大丈夫かしら。そのお題は、チェックしてくれるかな。じゃあちょっと一回チェックさせていただくわ。チェックタイム、チェックタイムね。え、何？二つどっちか、どっちか、二つ、うん、ってやりたい。ああ、一でいいんじゃないの？そっか。先生の許しが出た方を今から発表する。先生言うんですね。設定はだな、はい、雪山で遭難したカップル。おお、うん、これで即興芝居をやってもらいたい。今年は東京寒いし、うん、ちゃんとね、うん、まず2人やってリアルな芝居ができる。後から私が登場するから。わかりました。じゃあ3分いくぞ。はい、よーい。待って待って、どうしたら勝ちってやつ、あの感動させるやつ。まとまれば、まとまれば、まとまればまとまればいい、ね、感動する感じで、まあ、まとまま、とまればいい、ね、まとまればいいです。まとまればいい。緩くなってないですか？大丈夫ですね、うん、まあでもまとまる、マイナーチェンジしていかないと。なるほどなるほど。じゃあいくぞ。はい、よーい、スタート。寝るな、おい、起きろって。あ、寒い寒いよ、たかし。寒いって言ったら余計寒くなるから、うん、今私たち今どこにいるの？わからないよ、自分の居場所が。このあれだ、スキーでなんか外れたとこ調子乗ってきて、やっぱスノーボーなんかやっちゃダメだな、できないのにな。私たち2人とも宮崎出身なのに、スキーなんか来るから雪に慣れてないのに。2人とも滑れないしな。くそ、このチョコレートもあと一かけらしか残ってないよ。たかし、私の山岳小説オタクの私の知識からいくとね、うん、もう日が暮れ始めたわ、うん、気温もどんどん下がってる、うん、このまま2人でここでビバークしても、うん、多分2人とも死んじゃう。死ぬ。どっちかだけでも助からないとダメだから、たかしは私を置いて一人だったら麓に行けるでしょ、体力まだあるから。いい、若いから。いいのか。もう私を置いて自分だけでも助かって、たかし。そうか、なんかすまんな。レスキュー隊です。あ、来たよ。え、レスキュー隊？レスキュー隊です。よかった、さっき救難信号の発煙筒みたいなやつやっといたから。ここです、ここです、助けてください。あのレスキュー隊です。ここです、うん、見えてるでしょ、ここです。お願いします。あ、死にそうです。死にそうなんですか。途中でですね、ええ、結婚指輪のケースらしきものがあったんですけど、これ違いますかね。俺のです。実はこんな時になんだけど。え、たかし、二人でさ、下山して二人で、いや、お腹の子と三人で。もうこんな冷えた感じでビバークして、私お腹に子供がいるの、あなた知ってたの？なんか薄々感づいてたよ。なんかどんどんでかくなってんなと思って。さ、もうちょっと時間もない、指に。でかいの？でかい。私もでかい、でかい状態で来てるの今。でかかった雪山に。あ、そうなのね。でかいのにスノボやってたから大丈夫かなと思ってた。さあ、指にこれをはめてもらっていいかな。下山しよう。たかし、ごめんなさい。え、このお腹の子、あなたの子じゃないの？嘘だろ。え、ごめんなさい。ちょっと救援の方すいませんね。え、あれ違うな、ちょっと。だ、誰だよ、誰の子だよ。 K-POP アイドルよ。ちくしょう、それで頻繁に K-POP のなんかライブ見に行ってたやつか。くそー、もういい、俺は置いてってくれ。わかりました、じゃあ行きましょう。じゃあ K-POP アイドルと達者に暮らせよ。もう一山欲しいわ。もう一山欲しいわ、展開が。お前、もっと引き止めないと。あ、いや、それでもいい。 K-POP の子と俺とお前と3人で。 K-POP の子っていう言い方やめてくれる？アトムの子。まだ名前ないから。俺が名付けるからさ。
たかし、なんだか今日ちょっと最初の案内人のとこで力使い果たしたみたいな感じで元気ないけど、そんなもんかしら。たかしのパッションってそんなものなのかしら。もっと熱い言葉言った方がいいんですか。熱い、この雪山で熱い言葉言った方がいいと思う。あれ、あっちからで伝説の、この山の伝説の守り神が、守り神がやってきたわ。ほら、あの青いセーターの守り神が来た。本人さん、何やってるんですか。ずっと見てましたよ。この山に使えるものですよ。私たちやっぱりもうレスキューの人ももうほぼ今、はい、あの救援に来たけど、はい、今ホワイトアウトになって一緒にあの第二災害みたいな二次災害で一緒に遭難しちゃってるのよ、はい、私たち。だから今幻を見てるの、もう死ぬ間際で幻を見てるのかもしれない。すぐにあったかいスープを用意しようじゃないか。案内人さんの喋り方に似てるけど山の守り神なんですよ、ね、案内人何のことだ。さあ、コーンとコーンスープとミネストローネ、どっちにする？レスキューの人、この守り神に助けてもらうしかないわよ。じゃあコーンスープください。コーンスープでいいな。コーンスープ とかなの、守り神の出してくる液体は。人が飲みやすいものをこちらは用意してある。ガチャガチャ言うな。さあ飲みなされ。レスキューの人やばいわよ、この流れはやばい。普通の感じに行く流れよ。テコ入れして、テコ入れしないとまずい。やっぱ僕が飲むよりやっぱり2人でちょっと飲んだ方がいいんじゃないですか。そうだな。そうだな。あっちから、あっちから、じゃああっちからまた別の神様が見える。別の幻がやってきた。おいおい、何をしてるんじゃい。まったくお前は。すいませんね、こいつ新人だもんでね。ええ、本当にもうスープとかじゃねえだろう、本当によ。お腹空いてんですよね。ええ、大丈夫です。でもすぐに下山させて、ええ、雪もね、もうそろそろ。私たちどうしたら助かりますか。もう少ししたらヘリ来ますからね。おたくさん、うるせえな。え、友はあんた、もう幻覚見てるよ。そうなのかな、ね、もう行こう行こう行こう。神ですよ。いや、もううるさいんだよお前は。神にうるさいって言うんですか。うるさいって言うよ。レスキュー隊だからこっちの方が偉いんだよ。いや、雪山ではね。もうじゃあね。え、さよなら。ちょっと、はいはい、ちょっと、ダメだこれ、終了だ。ちょっと待って、これは時間はだいぶオーバーして、谷川ももういない。呆れて散歩に行ったよ。ちょっと敗因は何なのかしら。敗因は何かしら。設定は良かったと思うんだけどね。敗因はだな、プランがあった、実は。え、あなたに、はい、仮面に、うん、指輪を渡して、うん、2人が結ばれて、うん、じゃああとは僕邪魔者なんでって言って帰って、おいおいで終わりたかった。ああ、本当はそんなの知らないわよ。まあ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 、そんなの知らないわよ。もう一山と思ってこっちは言ったんだよ。何プラン後から言って、まっすぐな目でプランがあったってこっち見られたって、そんなの知らないわ。それは失礼した。どうやらちょっと二の二の打ちひしがれないで、どうやらちょっと今月は谷川さん救い出せなかったみたいよ。ちょっとダメでしたね。マジへこみ反省するのやめなさい。最後の言葉ちょっと、最後の神、最後の案内に、案内、神何も出てこなかったっす。神とか結構良かったから大丈夫だよね。神結構良かったよね。あの仮面、即興仮面めちゃくちゃ良かった。全然ダメだったなおめえら。また来月期待してるよ。本当いい加減にしろバカ野郎。エンディングです。いや何のへこんでんだけど、エチュードにね、まずね、プランがあったらダメなのよ。そうやろ、そうやろ、言って、この子に、プランがあったらまずダメ。その雪山ってところからどう
雪山の男女っていう、こうベタなとこから抜け出すかってところ、ね、うん、そうよそうよ。だからプランがあるとか言ってさ、なんかこっち見てプランがあったんだみたいにまっすぐな目で見てきてさ、一緒に雪山で死んで天国に行ってるぐらいの気持ちでいかないとダメ、うんうん、そのエチュードってものは。そうよ、エチュードが分かってないんだこの人たち。何を自分の敷いたレールに持ってこうとしてんだよ。だから芝居に勢いが出ないんだ。そうだよね、そうそう、芝居に勢いが出ないんだよ、着地点決めてたら。そうだろう、そうですよ、それが役者。何やってんだ役者。ちょっともうエチュードの練習せんと。練習するの、エチュードの練習ワークショップや、もうエチュードの、ね、さあ今日参りますよ。見て、ニノのへこみっぷり。あれ、今回はあの今回のね、その大の羽賀を探せは、うん、ギャスカランドですから。あ、じゃあここから挽回して、ここから挽回ができるわけですよ。じゃあね、まずどっちか分かりませんが、ギャスカランドお願いします。はい、はい、でまずは僕数曲から。まずモテないかどうかよね。モテません。彼女はもう10年ぐらいいません。え、杉岡君って彼女いないの？ずっといないですね。10年前っていつよ。だって若いのに。24、5の時はいたのね。そうですね。芸人やるって言ったら振られました。ああ、ちょうど芸歴と一緒ぐらいです。ああ、なるほどね、はい、なるほどね。そしてで僕のプランはですね、僕はあの横浜出身で、うん、あの買い物行くのも渋谷とか行くにも、うん、東横線使ったんですよ、あの電車のね、うん、で僕東横線がものすごい大好きだったし、題して、うん、東横線みなとみらい線デートツアーっていうのを考えました。ね、タイトルがあるのいいね。ああ、その路線をで組んだってこと、打線を組んだってことね。はい、まずですね、うん、昼間に渋谷で待ち合わせしまして、うん、2人で待ち合わせします。杉岡君ってベロが短いの？僕は滑舌が悪いです。あんたそれベロ短いんやよ。そうです。自分で気づいてる？もう気づいてます。何歳で気づいた、ベロ短いって？芸人やり始めてからです。ベロが短いけんさ、作業が言えんちゃんね。ああ、ベロ短いのは、あれ口をね、縦に開けるとやりやすいよ、喋、うん、る、うん、めっちゃ喋りにくい。ベロがさ、ベロが短いとか今見たらベロが小せえ、こいつ見て、ベーしてごらん、ほら、うん、今苦しいっすもん、ね、何このベロ受ける、ほら、ほら小さいっすか。本当だ、サイフォンズの瀬戸くんのベロが普通やろ。あ、ベロちっさ。ベロちっさいっそう、滑舌にはもう難があるんで、口縦に開ける、うん、口がもう空気が漏れそうです。縦に開けると、はい、わかりました。ニノニノ元気出して、聞いてます聞いてます。大丈夫、それなりに面白かったから。か、神様のあたり良かったよ。コーンスープが滑っただけや。でまず渋谷で集合しまして、うん、もう渋谷であの1日フリーパス券みたいなありましたよ。これ860円で買えるんですよ、うん、もう乗り放題で。みんな、あの終電ある人も帰ってよかよ。あ、いいですよ、終電ある人。収録が結構夜中だから今日。でまず渋谷から、うん、代官山で降ります、うんうんうん、で代官山のおしゃれなカフェ、うんうん、ボンベイバザーというカフェなんですけど、うん、オーガニック系の、うん、どこにあんの、あの駅の近く、ハリウッドランチマーケットとか分かりますか。あんたそんなおしゃれな店よう知っとるね。そこら辺、まあ、学生の時とかよく行ってたんで、うん、そこら辺にあるあのカフェ。駒沢大学、どこ大学？大学は行ってないですけど、うん、まあ、そこらへん、あの東方学園、高校生の時、高校生の時、東方学園なの、はい、高校生の時、まあ、よく通ってたんで、でそう、おしゃれな店がいっぱいあるゾーンがあるよ、うん、はい、そこであのお昼食べまして、うん、でその後あの歩いて中目黒まで行けるんで、うんうん、あの目黒川をちょっと散歩したりして、いいね、でまあ、いい、お腹坂降りたら目黒川やもんね。そうそうそう、であの気に入ったね、雑貨や洋服やったら、うん、いいね、寄ったりして、うん、僕はそこで女の子の好きなものをリサーチします。うんうんうん、後に、ね、いいね、プレゼントとしてあげるように、うんうん、で、まあ、それ終わりまして次自由が丘に行きまして、うんうんうん、スイーツフォレスト、ああいいね、知ってる？スイーツフォレストっていっぱいいろんなケーキ屋さんとかがガーって集まってるところあるんよ、うん、女の子絶対行きたい、私も行きたい、そこは実は行ったことなくって、機会がなくって、行きたいなってぼんやり思ってるとこ。もう、まあ、毎月も旬のデザートとか、うん、いっぱい使ったケーキとかありますので、うんうん、それ食べて、うん、でその後、まあ、自由が丘も散歩したりして、うん、でその後ですね、横浜駅で降ります、うん、でまあ1本か、うん、で
吉村屋っていうラーメン屋さんに行きます、うん、家系家系の、うん、これ家系の発祥の元祖なんですよ、うん、知ってる知ってる、うん、そのうんちくも語りながら、うん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 、ラーメン食べて、うん、でここでもう夜です、うん、で夜も7時半ぐらいで次みなとみらい駅行きまして、うん、でコスモワールド行って待って待って待ってハードすぎない僕クタクタですそうでしょ僕クタクタですじゃねえよ女の子さハードすぎない、ま、でも休みながら行きますからそこは大丈夫です相当歩いてんな今万歩計だったら相当やで、ね、そんでまあ最後まで行って、うん、で観覧車乗ったり、うん、ワールドポーターとか行ったりして、うん、でその後元町中華街駅終点まで行きまして、うん、まあ紹興酒飲んで、うん、渋谷に戻るっていうツアーです、うん、あのねはいじゃあジャッジしますけどね現実的じゃないいやそうっすか現実的じゃない割とシミュレーションしたつもりなんですけどいや待ってよもう代官山から目黒まで歩いた時点でもう疲れるよまた電車乗れってか戻ってよ大丈夫疲れてないってちょくちょく聞いて女の子は靴はガンスニーカーガンガンもうスニーカーで歩くつもそれアルコー会より歩いてるでしょアルコー会ってあった小学校の時ありましたあったよねアルコー会遠足ってこといや歩くのアルコー会宮崎はあるんだアルコー会何もせず歩くだけですかもう家から海まで歩いたりなんかで途中前菜食べるんだよねすげえ大人数で大移動アルコー会ぐらい歩いてるなんか大体私代官山から中目まで歩くのは許すよ坂降りるだけやから、はい、そんなやったらあんた何駅降りるんよなんでそんな路線に気使わんといかんわけ乗り放題でパス買ってるんでやっぱり使っとかない最悪だよそんなの絶対嫌よ駅乗って降りて乗って降りてして降りて歩いてさたかがラーメン食いに行ってさたかがさラーメンでさうんちく語られてさたかがさそのラーメン食べにあんなとこまで歩いて行ってラーメンだけ食べてもまた歩いてもって電車乗れってや以上アルコー会でした足が痛いんだよこんなデートプランはそれでニノニーノもデートプラン持ってきてくれてるのではい、はい、挽回して、はい、お願いしますちょっとこのノート写メさ、うん、貼った方がいいよ YouTube に、うん、じゃあ後でやりましょう、ね、後で、はいはい、じゃあデートプランをあまず彼女いない歴は彼女8年ぐらいいないですみんないないじゃん彼女誰もいない怖っやばい集団ですね。やばい集団。怖い。怖い。それで、結婚相手募集したらもうね。はい。まず映画を見ましょう。映画をかなり緻密なノート作ってる。で、嘘でしょ。うん、映画が選べます、うん。はい。何を見たいかっていう話なんですよ。うんうん、まあ映画なんて趣味嗜好いろいろありますから。うんうん、でまあ。俺がなんか多少惹かれたやつをなんか用意しましたんで、うん、一応選んでいただいて、うん、まず嘘を愛する女、うん、見たくない、うん、説明もなしまだいっぱいあるから長澤まさみのやつそうですそうです、うん、方が別にいい、うん、マジっすか、うん、これだけないまあいいよ説明していいよじゃあまあいっそじゃあルイの9番目の人生イギリス映画です消された女韓国、うんうんうん、ベロニカの記憶イギリス、うん、私たちの家日本うん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 これ今やってる今やってます私キングスマン2がいいあれ、うん、下の方にないキングスマン2なんでキングスマン2入ってないのちょっと存じ上げないですねどういうやつですかキングスマン知らないのキングスマンなんでしょうどこのどういうやつですか一番いいのハリウッド映画よだからもうなんか普通のなんかアベンジャーズみたいな感じのそれぐらいの規模のなんでこんな結構マニアックな映画ばっかなの俺多分アベンジャーズみたいなやつ見ないんですよねああいるいるそういうやつハリウッド系のああいうアメコミ見ないみたいな人でしょ見ないです、うん、まあ私も分かるよ分かる私もそうだからね絵やってる人ってねこっちに走りがちなんだよねこういうちょっと
ちょっと知的な映画に走りがちなんだよね。知的かどうかは。ただまあこれがまあ有名っぽかったからこれでいけるかなと思ってたんですけど、いやだよこんな方が。どうでもいいじゃん別にさ、その付き合ってる人がさ、だなんか誰かわからないとかさ、別にいいよどうでも。まあ別に暇つぶしにはなるわけだよね。キングスーマン、まあいいよ。でもさ、まあ、じゃあまあで映画はじゃあいいじゃん、このイギリス映画でいいじゃん、ルイの9番目の人生。ルイの どんな映画なのこれが9年の間に9度死にかけた少年がいるんですよ、うん、ルイの真似やって9度死にかけた少年の真似やって急に後ろからダンプかここすべすべほっぺたこニノさん耳にぐらいルイニノニーの本人ルイ9歳だから子供っぽくやってよ。似たらの今のニノのやつじゃん、うん、ニノの今多分ニノだと僕ルイみたいな感じからやってよ。僕ルイ、僕9回も死にかけてるんだ母さんまただよ、やられちゃったよ駅のホームでさ並んでたらさ、後ろからドーンっつって、なんか疲れたサラリーマンかな、なんか寝ちゃってたのかなんかで押したみたいなこと言っちゃってんだけど、この話暗いな。9年で9度死にかけたでしょうね。暗いかどうかは分かんないです俺。あ、そうなの。いや実際どういうあれか、うん、でその少年を、うん、周りの人が助けようとして、うん、それで起こる不可解な出来事とか。デートで見るやつじゃないな。もっとデートで見るのはもっと当たり障りないのがいいやん。ベロニカの記憶ってどんなやつ。これがベロニカとラブストーリー。一人引退生活を送るトニーがいるんです、うん、である日トニーの元に手紙が届きます、で引退生活を送るトニーやってでこれで手紙が届くところ進まねえじゃんデートが疲れた引退だからだいぶ生きたな、もう、うん、腰も首もあ膝やっちゃったしな、うん、そんで、まあ、その映画は何、うんうん、この映画は、40年前に別れたベロニカの母親から手紙が来るんですよ、うん、どうやらベロニカさんはもうお亡くなりになっちゃってるんですけど、うんうん、そのベロニカがトニーに当てて日記を書いてるんですよ。いいね、デートで見たらいいかも。じゃあ、はい、それにするよ。ありがとうございます、うん、じゃあこれを12時15分の回があるんで、うん、これ見ましょうね、うん、昼ね、いいよ、はいはいはい、うんうん、じゃあだから11時半ぐらいに新宿集合、うん、はい、いいよ、いいですか、うん、集合します、うん、で映画見ますわな、うんうん、で映画の感想をいろいろと俺は言い合いたいんですよ、うん、あ、まあ、あそこ良かった、ね、役者好きだからね、うん、いやいやあそこはこういうことなんじゃないかとか言い合いながら飯食いますわ、うん、ね、うん、で飯食ってその指が突き指するからどんどん飯食い終わったら、うんうん、なんと、うん、今回のこうメインのコーナーボルダリングが待ってます、うん、ありがとうございます。嘘でしょボルダリングやめっちゃやりたいんですよ俺。あ、まあでもいいんじゃない、うん、まあ、流行りやし、私はあれだけど年だからあれだけど、若い女の子はやりたいって子いるから、まあね、いいんじゃない。まあまあ仮にあの興味なくても一回やってみて、うん、まあ、うん、あと別に、そう、彼がやってんのを喋ったりとかしたら、そうそうそう、後ろからちょちょこっちこっちとかね、うんうん、言うっていうのもあるんで、うん、いいね、うん、品川になんかすげえでっかい、うん、なんかボルダリング場みたいなのがあるらしいんで、うんうん、そこ行きます、うん、それが会員登録、まあ、してもいいんですけど不要で1日登り放題っていうのもあるんで、それで、うん、安いんだ、2400円です。あ、安い、ね、うん、ちょっと動きやすい服装と靴下を持参してください、うん、いいよ、なんか今までで一番いいデートプランだね。よかった、うん、ちょっと映画ボロクサだったんですけどね、うん、それで、まあ、そこでまあ初めてですから僕も、うん、まあ、1回だけやったことあるんですけど、まあ、それでこう2人でああだこうだ言いながらキャッキャッキャッキャ、うんうん、まあ楽しいですよ、え、うん、右の石じゃないっつって、いやいやいや、ここつかめねえねバカだバカだの叩き売りの人説明、まあ、そんなこんなで時間が過ぎていきますようん、うん、やったこのコース登れたよとか言いながら、うんうん、で終わりまして、でついにまあ飯とお酒のお時間となってきました、うんうん、これが、まあ、正直何でもいいんですけれども、うん、まあ、品川で食うか新宿で食うかとかそういう感じになってきます、うん、一応ざっと調べてきたやつありますんで、うんうん、新宿だったらたこ焼きとかが焼ける、
そういうお店がありますんで、うん、たこ焼き、ね、行きたい行きたい、おめえたこ2つ入れんなよっつって、うん、いいでしょっつって、うん、俺たこゼロかよ、えバカ野郎とか言って、うんうん、いいねいいね、うん、いいよいいよ、じゃあ俺たこゼロなっつって、うまくねえよ、たこ焼き自分で焼く店見たことある、うん、テレビで行きたい、まあ楽しそうですよね、うん、それからまあ、日本酒好きにおすすめの店もあります、うん、いいね、僕日本酒好きなんで、ね、うんうんうん、一緒にたしなんでいただければ、うんうん、あと、まあ、もつ焼きのお店もあります、うんうん、新宿はね、うんうん、まあ、もしか品川であるならば、うんうんうん、北海道取れたてそのままのなんかこう、うんうん、直輸送っていうんですか、うんうん、そういう、うんうん、直送、うんうん、のお店 と、うん、もつ鍋のあ宮崎地鶏、ね、これをプッシュしてるお店もあります、うんうん、選びたい放題、これが嫌ならもうネットですぐ何でも探せますよ、うんうん、ね、食べログで、うん、正しい正しい、うん、なんか行きたいとこありますか、うん、私じゃあまあその私はたこ焼きに行きたいけど、まあ、たこ焼きの小芝居もやってもらったから、自撮りやっぱ宮崎地鶏の店に、2の2のは宮崎出身だから、うん、俺地元の美味しいものは行きたいんじゃない、みんな女の子は、ちょっといろいろ思い出しながら、じゃあそこで、うんうん、まあ、映画の話ボルダリングの話いろいろしながらここで酒をたしなんで、うん、キャッキャッキャッキャやって終了、うん、いいんじゃない、楽しい楽しかった、うん、楽しいですよね、うん、どう、キロロちゃんキャッキャッキャッ、だから映画のチョイスはその何でしたっけ、さっきの、うん、なんとキングスマンにして、うんうんうん、そしたらもう完璧ですわ、うん、普段そんな喋んの、ちゃんと面白く、うん、たこないわ、ほんとあんた喋る、あんたさ忘年会でも何も喋らんかったんだけどね普段喋る、普段の飲みの時さ知ってる、二の二のって全然喋んないよね、喋んない、ちょっと一歩後ろに行って、ね、うん、じーってしてるよね、つまんない男ですよ、今めっちゃ面白かったけどこの鮮度のままいけるんですよ、うんうん、そんな喋んないって言われるのも自分の中ではお酒もない喋んないです、喋んないよね、せっかく喋ったろうよ、全然喋んなかった、喋んなかったね、こいつ気さくじゃねえんだよこいつ、内気ですね、内気だしね、内気ですね、内気、わがま、わがままっこっちゅう感じで話しかけたらね、うん、前彼女がいた時はどうだったの、別に どうだったの、俺が喋ってた、もうそう喋ってました、もちろん、じゃあちょっとやってみようか、それそのリアルなやつね、宮崎いやこの子喋んない絶対うん、宮崎地蔵に行きました、いや、え、だ誰と、え、一人なんですか、じゃあ私と、私が元カノやるから、元カノやるの、リアルのやつ、はい、よい、何飲む、とりあえずあれじゃない、あのカシスオレンジでそうなんだそうなんだ、うん、いいでしょうよ、うん、何飲む私ビール、ビール、うん、頼んで適当に、もう、じゃあ店員さん、じゃあこれとこれとこれと、あ、これと、はい、かしました、はい、よろしくお願いします、どう、ボルダリングどうだった、普通ってどういうこと、疲れた、なんか、まあ、それは疲れた、やっぱ体はね、こう疲れた方がやっぱ一日疲れバーン、そしてそのまま寝るっていうのがいいから、うん、リアルな2の2のってこんなんじゃないよね、喋らないね、ちょっとあの腕組んでシーンってしてるよ、よそ行きでした偏見がすげえなうちマジで宮崎の親戚のおじちゃんとか思い出そうって思ってたもん、この間忘年会、飲み会で喋ることってこの日本酒いいですかだけだよね、いやいや、そんな喋んなかった、そんでさカラオケの番になったら生きようよとブルーハーツ何回も何回もブルーハーツ、いやいやいや、ブルーハーツ1回しか歌ってないですよ、あれでしょ、タイマーズみたいな、なんかあのそブルーハーツ系ずっとお前1回じゃんね、まあ、何回も歌ってた、日本の青春パンクばっか歌ってます、ああそう、あパンク系ばっかさ、ね、あれ青山くんが気に入ってくれて、ニノさん次これお願いします、これお願いします、すげえ言ってくるんですよ、ああ頼まれたから仕方なく歌った、まあでも青山くんすげえ気が合うなっつって、じゃあこの、このね、こうずっと続いてきましたこのダリの墓を探せ、うん、どうやって決めていきましょうかね、あのリスナーさんにいいなっていうのをメールもらうのか、うん、秋子先生が決めるか、うん、もしくはまだ続けるか、やってない人で続けてもいいんじゃないしばらく、じゃあもうちょっと続けますかね、うん、おもろいもん、もう一回リベンジしたいって人は昔でもいいですし、一つソロコーナーを入れましょう、うんうん、じゃあ最後締めてもらいましょうかね、うん、どっちに締めてもらえますか、なんでどっちに締めてもらいましょうか、デートの最後っていうね、うん、手で甘い言葉を、うんうん、お休みみたいな感じで、2の池今日はよかった、もうぐっすりやね、もう、うん、タイミングゼロになったから、明日100になるために
爆睡しよう。じゃあおやすみ。ふう。いいよ今の。こんな明るくないから。宮崎弁でやって。うん、宮崎弁かっこいいからやって。男っぽく。うんうん。年の人がそれやって。風邪ひくなみたいな路線で行けば。風邪ひくなよみたいな。はい、今日手疲れたよマジで。うんうん。まあでもこれ何回で行けんだろうね。うん、最高やわ。あ、じゃあもうお互いもう寒いかいよ最近は。風邪ひかんよ。毛布って聞いたらなんか下に敷く方がいいらしいよ。おやすみ。宮崎の人だけど最高最高。今の最高。もう今のリアルな宮崎弁最高。全然なんていうか分かんなかった。本当ね。え、分かんないの？なんとなくは分かりましたけど。え、ここが後ろやったよね。俺どっちかっつうと多分抑えめやったよ今。多分本当にリアルなやつもできないぐらいなんで。じゃあ、そうですか。また来週。